黒はパイオニアのデジタルハイビジョンプラズマテレビのブランドである。2007年秋に登場、2009年に製造、販売が終了した。これまでパイオニアのプラズマテレビはピュアビジョンの名前で販売されていたが、この黒の登場に伴いピュアビジョンは廃止された。その名の通り、黒色の発色を強調したプラズマパネルを搭載しただけでなく、外観も、 ピアノブラックという光沢を放ったものを採用している。価格が従来のピュアビジョンや他社のと比べて高価だったこともあり、売り上げが低迷したが、2009年にパイオニアがプラズマテレビの製造販売から完全撤退が発表されたことにより、駆け込み需要で急激に売り上げを伸ばし、中には商品が欠品する店舗が発生したために生産終了時期を 当初の3月末の予定が7月末まで延期されることとなった。第2世代が発売された2008年には、パイオニアの経営悪化により、同事業におけるライバル関係でもあるパナソニックとの間で、プラズマテレビにおける協業事業に乗り出す計画であったが、その後パイオニアは、シャープの下で経営再建に乗り出たことにより、プラズマテレビからの撤退によって、 その計画自体も破断になった。現在販売されているビエラの第10世代以降のモデルでは第3世代の黒に使われるはずだった技術も取り入れられている。欧州では液晶テレビも発売された。こちらのパネルはアクオスに使われているものと同一であったが、こちらもプラズマテレビ事業の撤退により最初で最後のモデルとなった。ありがとうございます。